梅雨前線の活動が活発になっている影響で、西日本では昨日夜から激しい雨が降りました。特に中国地方では河川が氾濫したり増水している箇所が多くなっています。島根県を流れる江の川下流では氾濫発生情報が、岡山県を流れる小田川などで氾濫危険情報が発表されています。これまでの大雨で現在も広島県や熊本県、静岡県に土砂災害警戒情報が発表されています。すでに日本海側から雨は弱まってきていますが、引き続き河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒が必要です。